どうも、おしは虹川左門です。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標1750人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのはぼっちザロック第11話、十二神法の有形です。十二神法の有形ってなんだ、元の曲が分かんないから何とも言わないんだよな。まあでも多分文化祭会で、なんだろうな、結束バンドとしてステージに立って一曲目行くぜっていうタイミングで終わんじゃない、多分。最終回にもうがっつり演奏持ってきそうな気がする、多分ね。まあまず前回のおさらい、第10話はまあその文化祭の準備が始まって、じゃあうちのクラスでは何をしようかっつってね、ぼっちちゃんのクラスはメイド喫茶に決まり、メイド羊喫茶だったかな、まあ、でまあなんかそういうのがあって、おどうしようどうしようっつって大変だみたいな。でまあそこでステージ出演か、バンド結束バンドとしてここでやるのもいいんじゃねって思って出演希望用紙みたいなやつに書いて出そうとするんだけど、うわーどうしようってなって頭ガンガンぶつけてたらそのまま倒れちゃって保健室に行くっつって、でそこにまあ北ちゃんが後藤さん大丈夫ってやってきて、でその時に置いてた紙をこう入れちゃったもんだから、まあ決まってっていう風になって、いざ当日になってぼっちちゃん今失踪中っていう風に終わってる。であと一個あったのは、まあキクリがまあ一回じゃあうちのライブ見に来なって言ってチケット渡して、でバンドの演奏を見るっていうのがあって、まあそれもかっこよかったね。なんかあんまり聞かないジャンルのやつだった、なんか忘れたけど、なんかすげえやつだったからなんかよく分かんなかったけど、なんていう名前だったかな、まあなんか分かんないけどかっこいいなっていうふうには思ったし、なんかキクリっぽいなっていうふうには思った。なんだったっけね、キックバックみたいなやつだったね、バンドの名前。シックハックか、シックハックか、あだったはず多分。まあでも今回は文化祭会だから、どこどうやってね、こうぼっちちゃんと合流して、まあ、ステージに立つまでの流れになるかも楽しみなんでね、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターのアカウントは概要欄に貼ってます、見てください。やっちまったな。でもやっぱこれいいよな、好き、マジで。熊本の親に連絡したからね、夜中に。マジで申し訳なかったけど、インスタライブと何だったっけ、 YouTube の公式ライブもあったからね。 あとオープニング中に喋るわ。はい、それではアベマ TV で再生していきます。 3,2,1 スタート。ほぼ合ってる。ダーウィンが来た。ヒューマンノー。
ぼっちちゃんが、ね、実写だ。実写だ。やばい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 、やばい、死亡説が。オープニング。そう、あのさ、あれ、前のクルーじゃないね。まあ、スローループっていう同じキララの作品があんだけど、そのスローループで文化祭があった第10話にがっつりね、この結束バンドが出てた。まあこれも多分前話したと思うんだけど、で前回ね、キクリのバンドを紹介するときに、一人いたじゃん。海外から留学生だったっけ？あ？忘れたけど、その子が、日本のアニメは素晴らしいみたいな感じで、こうやって出した時のストラップがスローループだった。ストラップっていう、アクキーか。あれが、スローループですごいびっくりした。そう、なんか今、手振ってた金髪の子なんだけど。でも今回、どうかな？もしかしたら、いるのかな？あんだけかな？でも。がっつりじゃなかったからね。アクキー2枚ただじゃらだったから。今回か次回、本編開始。モザイクかかってんじゃん。いた。わあ。こう。クオリティ高えな。そっち。一口ちょうだい。ぼっちちゃんじゃん。
俺なんか海外の有名な誰とは言わないけど、楽しいよね。バレてた。ああ。やべえやつやん。すげえやん。何？ちっちゃくなってる。かわいい。ダメです。2億。やべやべ。ダメです。兄貴やん。安っ。オブライスか。ああ。ああ。美味しいのかな。やばい。嘘やん。あれすごかったな、でも、北ちゃんの。あー、似合うね。かわいい。かわいい。
ダメやろ。かわいい。かわいい。ああ、そうね。いい女や。これはこれでありや。羊キッス。ひでえよ。和道会地。ひどい。
何やったお、すげえ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 。すげえ。いや、でもありえるよな。もうやっぱここまで来るいっぱいいる。1号2号がいる。ワンカップ。鬼殺しは変わらんで。アウトやろ。宣伝上手。
まあでもまあ予想通りやんな、やっぱ終わるよなここで。いやーまあでもしょうがねえか。1号2号来てんのあっちいな。あの感じだとね、わざわざ来てくれた感じやろ。で多分北ちゃんのイソスター見て来てくれたんやね。大臣だからね、多分イソスタで宣伝はしとったやろ。今度文化祭でやりますって、ぜひ来てくださいっつって、そっからやねえかな。次ね、次最終回じゃない多分。次最終回もう今のうちに言っとくわ。生配信も一緒にしよう。絶対すげえぞ。絶対は言い過ぎたな。やめとこう。ちょっと良くない。でも多分、きっとおそらく、いい回にはなるだろう。多分最終回よね。多分。どういう風にするんだろう。君に朝が降る。全員で見てくださいってよ。ちょっと待って、最後のあれは何だったんだ。でももうここ全然違うじゃん、ぼっちちゃんの顔が。結束バンドで、でこっから挟まれたこのシーンは何だった。ぼっちちゃんがだってこの顔をするって相当じゃない、決意の表れっていうかさ。なんかライブハウスと家の玄関から地味編を待ってるじゃない。で電気か、あのぼっちちゃんのお部屋、曲のタイトルもわかんねえな。もしかしたら違う曲やる可能性もあるよね。どうかはわからんけれどもさ。でも次回最終回じゃない、多分。分からんけど。でもあのカットを挟んで意味は何だったんやろうな。で、もう一回言うけど、多分最終回だろ、次回。24じゃない、25か。25日だね。25日夜勤だからまあ、多少、の猶予はあるから、まあ朝方まで起きてると思うし。いやーチンじゃないこれ。どういう風になるか分からんけど、こらすごそうで。で次回予告さ、みんなで見てくださいって言ってんじゃん。いやーいいよ、楽しみだね。どういう風になんだろうな。うん、もう一回言う、生配信をする。で、あのアベマ TV で見てるから30分遅れんだよ。12時半からになるから、まあ多分12時半から、多分ね12時40分ぐらいから見ようかな。その方が多分確実なんだよ。あんま早くやりすぎるとなんかガサガサってなんか止まったりとかもしちゃうから、12時40分ぐらいから見よっかな。多分ね12時何分か分からんけど、まあつけて、まあ今から見ようぜみたいな感じでちょっと喋って、そっから見るっていう形を取るわ。で、あのここがさ、今まであったんだけど今ないじゃん、クリアファイルで。これであの合わせられたかどうかだけちょっと教えてください。一応ここのタイマーとアベマ TV のあの秒数分数はほぼほぼ同時だった。0.0 何秒ぐらいだと思う、差は。これなんかちょっと、あれなんかリアクションとなんか合致しねえなっていうところあったら教えてください。来週も多分こういう風にしたいから、多分よろしく、楽しみだね。どういう風になるんだろうな。
でもメイド服みんな可愛かったね、似合ってたわ。よかった、終わり。もしこの動画よかったら高評価グッドボタン、そしてチャンネル登録コメントよろしくお願いします。 Twitter は概要欄に貼っております。で、他のいろんなことも概要欄の方に貼っておりますので、そちらのチェックぜひ。ということで、ボッチザロック第11話、12進法の UK でした。ありがとうございました。ならね。